はいどうも、フラッチャンです。はい、じゃあ今日はね、フレンドの作り方を解説していきたいと思います。まあ作り方といってもね、まあ別に俺心理カウンセラーじゃないんで、本当に作りやすくなるとかそういうのわからないんでね、今回は主に作るきっかけが多い場所、そちらを解説していきたいと思います。はい、じゃあまずね、フレンドが欲しい人、まずやること、これ。今どんな設定でね、フレンド募集中、これをつけてください。まあこれ効果あるのかないかで言われたらちょっと微妙なところだけど、つけたに越したことはないんでね、ぜひつけましょう。運営が用意してくれたフレンド募集中の玉、こちらは間違いなくつけましょう。はい。じゃあまずね、フレンドが作りやすい場所、3選ご紹介したいと思います。まず1つ目はですね、バトルコンテンツの終わり。ね。まあ2つ目。プレイヤーイベント。主にね、種族の集まりだね。俺だったらドアコ集会とか、まあそういうこと。例えばエルフ集会もあるね。ウェディ集会もある。だから全部の種族あるんで、人間男集会だってあるんでね。まあそういうのね、主に。で、あと3つ目。ルームやチームが主に作りやすい場所です。こちらがまあきっかけとなるね。まあ3つ。いろいろあるけどね、他にも。俺なんかはね、本当にドレアが可愛いなと思ったらいいね飛ばして、そっからドレア可愛いっすねっつってフレンドになることも可能なんだが、みんな俺みたいな変人とは限らないんでね、今日はこの3つにしときます。はい、まずね、ドラクエ10っていうのはね、受け身が多いね。そこ分かってほしい。だから結局自分からいかないとね、話になんない。まあそういう点も含めて解説したいと思います。はい、じゃあまず1つ目ね、バトルコンテンツの終わり。まあ今結構多いでしょうこれ。例えばね、今だったらレグナードとかそういうパーティー組みづらいね、コンテンツに行って、で結構戦いやすいなって思ったら、ちょっとパーティーまた探すのめんどくせえから、ちょっとこの人ともう一回組みたいなって思ってフレンドいいですかってなるパターン。まあこれ結構あるけどね、ぜひバトルコンテンツの終わり、組みやすいなって思った人はちょっとフレンドの声かけをしてみてください。でただこの時に注意してほしいのは、パーティー組んでてフレンドいいですかっていう時に1人だけに言わないこと。これなんでかっていうと、1人だけに言っちゃうとね、残り2人なんかかわいそうじゃん。残りの2人からすると、俺たちはみたいな、俺たちはフレンドにならなくてもいい人間なのねみたいな、プレイヤースキル足んなかったかなとか思われちゃうんで、ぜひね、フレンドになりたい、その人とフレンドになりたかったら、全員とね、皆さんフレンドいいですかって言いましょう。そうしないと2人がかわいそうなことになっちゃうんで、ここをぜひ注意してくださいね。でまあその後ね、別に残りの2人遊ばなかったら切っちゃっていいんで、特にエアフレになるのってね、あんま良くないから、そういうのはしっかりはっきりしておきましょう。はい、でまあこんなところだね、バトルコンテンツの終わりね。では2つ目、プレイヤーイベント、種族の集まりとか、そういう集会ですね。まあ、これも結構ね、作りやすいっちゃ作りやすいんだけど、結構この種族集会っていうのはね、内輪で固まってることが多いから、狙うとしたら、個人で来てる人、どこのグループにも所属してない人、そういう人を声かけてみましょう。まあ、結構種族の集まりっていうのはね、ドレスアップをきちんとしてやってくる人が多いから、まあ話のきっかけはまずドレアの話かな。そっからね、ダークキング倒しましたとか、まあそういう話題に持ち込むってことで、まあ注意してほしいのは、いきなりかといってね、リアルの話言うなよな、言わないと思うけど、俺社会人なんすけど、あなた何歳ですかとかね、俺今20歳なんすけど、もしかして女子高生とか、そういうの絶対聞くなよ。惹かれるからな、マジで。本当にやめてくださいね。話すとしたら、ドラクエやってますからね。ドラクエ10の話しましょう。リアルの話は、本当に1ヶ月後ぐらいにしてください。フレンドになって。はい。じゃあ3つ目ね。ルームやチーム。こちらですね。まあ、俺が思った中では、これが一番自然にフレンドになれるかなって思います。まずルームに入ってるとね、これルームってね、実はルームから誘おうとなると、フレンドになってないとね、誘えないんですよ。やったことあるかもしれないけど、ルームでフレンドになってない人を誘うってなると、今は取り込み中だの、ね、今誘えない状態ですとか出るんだよ。で、それでずっと待っててもね、いつまで経ってもそういう状態。それなんでかっていうとね、フレンドになってないから。ルームっていうのはフレンドになってないと仲間に誘えません。なので、まあ、誘いたい。じゃあフレンドになろう。自然の流れでしょう。ね。これはもう非常に自然の流れ。で、チームもね、結構古参の人から、自分が立ち上げたチームじゃない限り、入った瞬間にね、フレンドいいですかとか聞かれるから、それで OK 出しましょう。これもまた自然にフレンドになれる状態ですね。で、まあね、特にこのやっぱり3番目のルームやチームっていうのはかなりフレンドになりやすい。でもってルームの人数最大40人ね、2つ所属していればなんと80人。まあ1つのルームでもいいわ。40人いたとしたら39人とフレンドには自然になれるでしょう。でもってチームね、まあ、50人ぐらいのチームだったらサブキャラも結構いるから、まあ、10人以上は間違いなくフレンドにはなれるでしょう。まあ、というわけでもうこの時点でね、39人と10人。もう50人ぐらいね、フレンドに自然になることができます。まあこれコミュニケーションの問題じゃなくて、本当にパーティー組みたかったら、ルームだったらフレンドにならないといけないし、チームだったらかなり聞かれるんでね、もうコミュ力関係なしに、ここはフレンドになれる場だと思います。でもってね、さっき紹介したね、1番と2番のバトルコンテンツの終わりとプレイヤーイベントとかね、その辺のフレンドっていうのはね、基本的に8割方はエアフレになりやすい。エアフレって遊ばない人ね、フレンドだけど全く遊ばない人。まあそういうのになりやすいんでね、やっぱりこう遊ぶフレンドを作るんだったら、ルームやチーム、ここから、フレンドになるのが一番じゃないかなって思います。まあなのでね、もし本当のフレンド、見つけたかったら、ルームやチーム、これが効率がいいです。はい、じゃあまあ結論言っちゃうとね、いいフレンド見つけたかったら、ルームやチーム、こちらをうまく使ってください。まず、チームに入れ。あと、ルームに入れ。自分の得意なやつでいい。例えば、常闇が大好き。だったら、常闇チームに入ろう。俺なんか結構バトル系のコンテンツね、まあ、プレイヤースキルはあれだとしても、結構好きだから、ルームに入ってるし、まあドレア好きだったらね、そういうドレアルームとかあるんで、ハウジング好きだったらハウジングのルームだっていっぱいあるんでね、本当にそういう専門系のやつじゃなくても、みんなで集まってワイワイやりましょうみたいな、そういうルームもあるんで、ぜひね、ルーム探してみてください。探し方は Twitter とかその辺かな。あと、確か公式ページにもなんかあったような気がするな。あとはフレンドのつてとかね、そういうので探すといいでしょう。で、チームの探し方なんだけど、基本的にはね、やっぱりこう、フレンドがいるとこね、フレンド0人の人にね、フレンドのとこ入れっつっても無理かもしんないけど、誰かいるでしょ。さすがに1人ぐらい。ね、仲いいフレンド。いない人多いかな。まあ、そういう人は、グレン1で探してください。まあ、グレン1のね、募集にはあんまり行かない方がいいね。なんでかってね、誰でもいいって人が多いからね。グレン1のチーム募集って。誰でもいい、ただ居座るだけでいいよみたいな人ね、そういうとこに入っても空気になって、結局エアフレ大量に作るだけなんで、まあ、やっぱりチームに入るんだったらフレンドのとこ、ここが一番いいね。約束されてるんで、フレンドがまず1人いる時点でね、安定してるでしょ。誰も知らないね、みんな誰も知らない、そんなチームに入っても面白くないんで、チーム選びはフレンド。まあ、フレンドが本当にいない場合は、グレーン1でなんとか見つけましょう。はい、じゃあ以上、フレンドの見つけ方講座でした。じゃあもう一回おさらいしとくとね、まず一つ目、きっかけね、バトルコンテンツの終わりとか、そういうので作りましょう。で、二つ目、プレイヤーイベント、主にこう、種族の集会、そういうのでね、声掛け合いましょう。で、3つ目ね。こちらが、まあ、俺的に一番のおすすめ。ルームやチームで自然にフレンドになれる。ね。今回ご紹介したのはこの3つでした。で、他にもあればね、コメント欄でぜひ教えてください。教えろっつってもあれだけど、みんなで共有してください。コメント欄で。ね。フレンドの作り方、効率的っていうか、いいフレンドを作る方法。はい。じゃあ以上、フラチャンネルからの放送でした。チャンネル登録もよろしくお願いします。